朝日のいちごです。今日はヒルトン東京ベイさんのスイーツビュッフェに来ました。イエイエイイエイエイたくさん食べていこうと思うのでご覧ください。最後まで。これ綺麗ですね。めっちゃ綺麗。キラキラしてる。こっちがちゃくちゃここに買い取ってる。重たくなってきます。早速どんどん食べていこうと思います。いただきます。マカロンですね。マカロン。美味しそう。ラズベリー、おいしい。ラズベリー、爽やか。おいしそう。おいしい。あ、すごい。光で透けるから。なおさら。ほんとだ。綺麗。鏡よ、鏡。これは丸ごといちごちゃんです。お。パクッと。パクッと。いや、本当にこれがすごい。ちっちゃいアイス。ちっちゃいアイス。私がアイスって言ったやつ。アイスじゃないけど。アイスじゃないけど。イッチーがすべてのスイーツを取ってきたよ。取ってきちゃいました。これで全部です。でもすごい。何種類あったんだろう。10種類以上ありますね。やばい。しかもそれをペロッとさっき15分ぐらい。早い。黙々と食べちゃうんだよ。黙々と食べちゃう。あんまり喋らないタイプ食べながら。でもなんか食レポって初めてだから。確かに。そう。ちょっと難しいけど。難しい。ちょっと頑張ろう。かわいい。ホイップなのね、メレンゲ？メレンゲ？メレンゲ。あ、でも硬そう。あ、サクサク。美味しい。メレンゲです。メレンゲだった。かわいい。かわいい。注ぐらしい。注ぐらしい。ミルクを。お、じゃあ。え、ティアラ。これ食べれるのかな。あ、食べれない。食べれないか。でもかわいい。どうする？イッチ注いじゃう。注いじゃっていいっすよ。注いじゃってください。いいよ。かけちゃうよ。いいよ。イチゴにいっぱいかけて。いいよ。あ、白いのが。あ、すごい。あ、いっぱい入ってる。あ、いっぱいですね。ちょうどよき。できました。おー、いちごミルク。いちごミルク合体しました。すごい。ちゃんと踊れですね。はい。いちごだー。ありがとうございます。シュワシュワ。ありがとうございます。これはイチアルコールって聞きました。アルコールなんですね。こんな明るい時間から。そうだよ。贅沢ですね。飲んじゃっていいんですか。いいよ、飲んじゃってください。優雅な。優雅な。超優雅。足。乾杯。乾杯。
ぞ。美味しい。ビュッフェ初めて来ましたがいかがでしたか？すごい全部美味しくて。全部美味しくて。めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。美味しかったですね。幸せでした。ということでここは改めてヒルトン東京ベイさんデザートビュッフェ、はい、はい、ぜひ皆さんでございました。興味があれば女の子は絶対好きだと思います、うん。男の子もね、全然ご飯系も充実してたのでね、うん、確かに、そうそうそう、カップルで来ていただけたりしますしね、うん、ぜひぜひおすすめでございます。ありがとうございます。それではバイバーイ。バイバーイ。